どうも、三好です。今日は、肩こり、あと、まあ、猫背に、効果的なストレッチはやっぱりこう胸のストレッチが大事だよねっていうお話をしていきます。肩凝ってる状態というのは、まあ、胸が内巻きになったりですとか、頭が前に出た状態、ストレートネックとか、そういった状態で肩の後ろ、首とか肩の、肩の後ろ、うん、そうですね、の筋肉がこう引っ張られてしまって、それでこう痛みが出ちゃってるっていう状態が多いと思うんです。で、そういった場合は多くの方はこう首、肩をこうマッサージしたりほぐしたりですとか、あと湿布貼ったりとかで対処していくとは思うんですが、その対処もやっぱり原因になっているところを改善していかないとあんまり効果ないんじゃないかなと。その瞬間はいいとは思うんですが、やっぱりこうどうして肩が内側に来て、頭が前に来て、で引っ張られてしまって痛いっていう状態になってるのかっていうのは、やっぱりこう胸の筋肉が硬くなってるとか、このあたりですね、このあたりが硬くなっていることでこう内巻きになったりとかがあることが多いんですよね。なのでそこをやっぱりこうほぐしていかないと、いくら湿布貼ったとしてもまた繰り返し繰り返しいたちごっこみたいな感じになってしまうと思うので、その部分ですね、今日はストレッチ、あとほぐしをやっていきたいなと思ってます。はい。で、胸の筋肉をストレッチする前に、まず道具を使ってその部分の状態、筋肉をこうほぐしていった方がストレッチの効果も高まっていくと思います。で、使うのができたらこういう筒状のもの、これはちょっと短めのやつ、これすごい使いやすいので一つあればいいな、すごいいろんな部分使えるので持ち運びもしやすいのですごいおすすめです。ちなみにこれはトリガーポイントっていうメーカーの出してるフォームローラーですね。で、まあ、似たようなものがあればいいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、こういったテニスボールですね、これを使ってこうほぐしていくっていうやり方もあるんですけど、テニスボールだとこう当たる部分が点になるので、ピンポイントでは当たるんですが、ちょっとこう刺激が強すぎてしまうんじゃないかなって、体感値ですけど、思います。なので、こういったちょっと面でこう当ててくれるようなものがあるといいテニスボールよりはいいんじゃないかなと思います。で、こういったものを、あと、ストレッチポールとか、長いやつですね。で、使って、よく筋膜リリースだーってこう、ほぐしたりすると思うんですけど、やられてる方はいると思うんですが、そういった時に注意しないといけないのが、長くやりすぎちゃう。こう、同じ部分をゴリゴリーと、すごい、痛いのに我慢して、1分以上とか、長い時間ずーっとやって、あざができるまでやってしまうっていう方が、多くいるっていう話を聞きました。で、あんまりそこまでやってしまうと、逆に筋肉が、こう、怪我した状態、筋肉がぐーっとこう、潰されてしまって、挫滅した状態になってしまうので、それも怪我になっちゃいますね。なので、長くても、1分ぐらいとか、そのぐらいにしてあげないと悪影響になるんじゃないかなと。あんまりやりすぎには注意してください。はい、では早速これを使って胸周りほぐしていきます。で、これを下に、やり方簡単ですね。下に置いて胸の筋肉ですね、だいたいこう肩、まあ、鎖骨があって、そのちょっと下のあたり、肩の付け根あたりですか、このあたりにこういったフォームローラーを当てていきます。置いて、うつ伏せに寝ていただいて、このままじーっと1分ぐらいキープですね。
じっくりこう圧をかけていって、まあ、力は抜いていきますと。で、この状態で1分してっていうので、ほぐれていくと思います。余裕があったらこのまま少しこう腕を動かしてあげてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。こんな感じで、まあ反対も必ずやるようにっていう。で、胸周りの、ほぐしをした後に、今度はそれをより広げていくようにストレッチを行っていきます。では、ストレッチを行っていきます。で、ストレッチ3つですね。胸の筋肉のストレッチ3つ行います。で、胸の筋肉が、こう、真ん中、胸骨、胸の骨の真ん中から、こっちか。で、上、そこから上、肩の方に、上、真ん中、で、下側っていう感じで、胸の筋肉があるので、そのストレッチの3つですね、行っていきます。やり方簡単です。はい。壁に手をついていただいて、で、肘が、1個目は肘が肩より高くなっていきます。で、この状態で、その、ついている部分、胸の骨を軽く押さえて、反対の手で押さえてもらって、そこから体をぐーっと外側にねじっていくと、胸の筋肉伸びてきます。で、これで30秒ストレッチをして、これ1つ目ですね。二つ目が、だいたい肘が肩と同じぐらいの高さにして、これでも同じようにぐーっと胸を開いていく。これが二つ目ですね。で、最後は、ちょっと壁から離れて、この感じか。肩より下、ごめんなさい、ちょっと見にくいかもしれないです。肩より下に手をついて、肘は軽く曲げてます。ちょっと見にくいですけど。で、ここからぐっと開いていく。要は、肘のポイントが肩より高い、同じ、低い。低い場合はちょっとやりにくいので、手を伸ばして、まあ、肘は軽く曲げた状態で壁について、そのままぐっとねじっていくっていう3種類ですね。この3種類で胸の筋肉を、ストレッチをしていきます。で、そうすると胸が開いて、肩のこういう内巻きとかが改善されていきやすいと思うので、これをぜひ、肩こり気になる方、猫背気になる方は、これをぜひやってみてください。一発でどうこうなるっていうことではないとは思うんですが、ちょっとずつちょっとずつですね、改善の方向に向かっていけたらなと願っております。なので、ちょっとずつやってみてください。はい。では、今日もご視聴ありがとうございました。またねー。あ、なになに。